皆さんこんにちは、吉丸でございます。2019年9月の10日火曜日です。星ドラ公式ツイッターよりお知らせ上がっておりますが、まず昨日ですね、バトリア杯の開催予告ということで11日水曜日2時から、モンスター闘技場バトリア杯が行われるということで、各種魔物の種が手に入るということで、まあ時間があればぜひねやりましょうという感じですね。そして強化の回廊が11日0時から始まります。まあ特技の回廊をね、狙っていって青玉赤玉、まあスキル玉を取っていくといいと思います。そしてですね、11日水曜日2時より新たなダンジョンが出現ということで、ついに冥王ネルゲルが登場いたします。まあネルゲルイケメン説があるんですけれども、これはネルゲルはですね、まああんまりこれネタバレって結構難しいんですよね。でも星ドラって紙芝居で、あのすでにね、あの大の大冒険とかロトモンとかさ、まあいろんなシリーズやってる、まあ天も今回あったんだけど、あれ自体がまあネタバレになってしまうんであれば、まあ全然言ってもいいと思うんですけど、まあこいつも変身しますからね。ちょっとびっくりする姿になると思うんですけれども、どこまでネルゲルが来るのかにもよって、この後のいろいろちょっとね、あの考察がまたできると思うんですけれども、一応まああの後半って言っていいのかな、あの来るということで、アクセサリー、そしてシグサのショスタンプを手に入れようということでね、この辺はまあまた、周回して手に入れていくと思いますが、こっちなんだよね。はい、11日0時からガチャがですね、ドラクエ10のコラボの、続きガチャというより先にですね、狙い撃ち扇ステップアップ福引きというのが来ております。この辺に関してはちょっとまた一旦ゲーム画面に戻ってお話ししようかなと思いますが、これは優勝って書いてないね。無償ジェムでも引けるようなステップアップガチャということだと思います。はい、では一回ゲーム画面に戻ります。はい、ガチャに関してはね、今日10日火曜日でもうね、このエルトナ装備が終わるんで、まあ普通に考えるとね、ここでまあ新しいドラクエ10ガチャに移って、でネルゲルも新装備とともに一緒に戦うっていうのがやっぱ盛り上がるし、まあそういう流れが良かったんじゃないのかなと思うんですけれども、ここにですね、あの狙い撃ち扇のガチャが来るということで、ただ絶対的にですね、ドラクエ10このエルトナ装備だけのガチャでもう今回終わったら、明らかにパンチがこれはもうないという話になってしまうので、まあ、僕はもう後半は来るとは思うんですね。タイミングがちょっとずれているというか、まあ、運営さん的に何かの考えがきっとあると思うんですね。武器フェスはこちらは SSS 開放は13日でまだで、ナイトメアが13日だ、ここに合わせてくるのかな。13日だから14日に次のまあガチャっていうところもちょっと怪しいなと思いますね。まあこの辺もう少し様子を見てみましょう。来ないってことは多分ないと思うんですけどね。はい、そしてですね、まあクエストでこちらですね、ネルゲルが来るということで、どっかクリックするともうあのネルゲルのってありましたもんね。はい、11日襲来と書いてあります。メオネルゲル割と部下連れてくるんで、この辺複数系の戦闘になる可能性はあるのかな。はい、まああの眠らしてとか戦略的に結構ドラクエ10の時は戦ったりしておりましたが、まあ同じように星ドラでやってくるとは限らないので、まあとりあえずはちょっと来てからお楽しみにしてみましょう。でまあガチャのちょっと考察1個入れたいんですけれども、来なかったですね今回、11日でね。でそうですね、もう1個あり得るとしたら、まあこれ本当にあれですよ、別に僕運営さんじゃないからあの答え知ってるわけではないし、もう本当にただただの雑談だと思って聞いてほしいんですけれども、まあお知らせでですね、もうすでにあのフリーズ問題に関しては目処が立ちましたというようなお知らせ、これ来てますよね。でここでやりたかったことはレイドなんですよね、運営さんがね。で前回レイドができなかった、なので一回ネルゲルを出しといて、まあ変身後をレイドという形で出してくる可能性もあると思いきや、でも僕ネルゲルここで変身すると思うんだよね。そう考えるとちょっとレイドに関しては分かんないんですけれども、ただもう目処が立ったっていうようなお知らせがあるので、なんかさ前半後編とかそういうような書き方でもないし、
ちょっとその辺が曖昧なんですね。でガチャでここで来ないということはもう一個ドラクエ10絡みのイベントを控えている可能性っていうのもまああるのかなとね、考えてしまうんですよね。まあそうするとレイドが来てそれに合わせてまた、大きなガチャというか後半ガチャが来るという考え方もできるんですけれども、レイドが来る時ってさすがにモガショウモモコもね動画出してくると思うんですよね。結構あれ心の準備が必要っていう感じなんで、ちょっとねこの辺は読めなくなりましたけれども、ちょっとそうですね、まあネルゲルとともに新装備で挑みたかったなっていう気はしますよね。で今回は、取り急ぎちょっとステップアップがね狙い撃ち奥義ということで、後半ガチャではなかったというお知らせのみですかね。でまたですね、まあお知らせは上がると思うのでちょっと、様子を見ていきたいと思います。でですね、そうサブチャンネルの方で今日明日にですね、僕が11年前に YouTube をやっていた頃の動画が見つかりました。でちょっとねレアな動画も見つかりまして、皆さんは多分知ってるかな、水曜日のカンパネラさんと対談をしている動画が出てきたんで、それをサブチャンネルの方で期間限定で、公開しようかなと、思います。興味がありましたら、サブチャンネルの方に、遊びに来てください。ただ水曜日のカンパネラっていうのはまあウィキで調べるとわかると思うんですけど、コモアイさんがメインですけど、コモアイさんじゃないです、僕が対談してるのは。3人なんですよメンバーは。そのうちの、剣持さんというねトラックメーカー、まあ音楽全般水曜日のカンパネラのね作っている方との対談ですね、11年前に撮ったものになるんですけれども、よければサブチャンの方、チェックしてみてください。あとは、庭のある生活でですね、ちょっと今止まっておりますが、災害とか防災グッズの紹介動画をまた明日明後日とかに出したいと思っておりますので、こちらも興味がありましたら庭のある生活もぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じですかね。ではですね、ちょっとびっくりしましたね。なんかステップアップ奥義で後半ガチャではなかった。でもこれはネルゲルの後にまた何かドラクエ10イベント、ドラクエ10って本当に幅広いんですよ。なので本当に何か新しいものを隠しているというか、まだ出てくる可能性はあるんで、ちょっとそれに期待したいと思います。あとなんか質問来てたな、質問というかなんだっけ、アンケートガチャがね来ないですかっていうようなところが僕に来ているんですけれども、いや来ると思いますよ、アンケートガチャ普通に考えると。はい、まあ、ただ時期的なところは全然わかんないですけれども、前回と同じ仕様で、ね、チケットを集めるとは限らないので、いや来るでしょう、わかんない、来なかったらすいませんともう言うしかないんですけれども、はい、まだ全然判断するの早いんじゃないのかなと思いますけど、てか10月入ってから発表でも全然あり得ると思いますけど、まあアンケートガチャがもしないとしたらそれ以上の、ガチャをもう出すしかないと思うので、いずれにせよ、アンケートガチャかアンケートガチャ以上のものは来ると思いますので、これはゆっくり情報を待つ形でいいと思いますけれどもね。はい、ということで ね今回はねそんなお話をしてみました。そうですね、新規さんになるとやっぱちょっと焦りがあるみたいで、どうしてもやっぱねアンケートガチャを引きたいっていう、あの映像を見るとさ10連めちゃくちゃ神がかってるから、まあどうしても引きたいっていうことだと思うんですけれども、いや心配しないでいいと思いますけれどもね。はい、なので一応それも、お伝えしておこうと思いました。ではまた次の動画でお会いしましょう。よしまるでした。さようなら。